こちらがですね、現行のジムニーとジムニーシエラでございます。こちらがジムニーですね。そうです、はい、こちら軽自動車、うん、軽自動車の枠の 660cc のエンジン搭載してますんで、まず維持費のことを考えたり、たまにはオフも行ったりっていうことを考えたりすると、はいはい、やっぱりこちらがいいかな。じゃあこちらちょっと紹介してください、まあ、ボディは一緒なんですけども、このフェンダーが違うんですね。そうですね、バンパーがちょっと前に出てて、はい、フェンダーがついてて、サイドのスカートっていうか、スパッシュカート、あー、そっか、あのデザインでこう、そうですね、結構色、でもテリーさん好きそうな黄色、これいいですね、はい、これは最初のイメージカラーですね。ね、そうですね、そうですね、はい、かわいい、はい、かわいい、かわいい。で中もね、ちょっとほら見てください、あのね、カシューの時計みたいな感じのね、そうですね、G-SHOCK 的なね、あー、なんか G-SHOCK っぽい。そうなんですよ、ここの支部が他とはちょっと違うんですよね、はい、このダイヤルのところが、あー、なるほど、はいはいはい、武骨でジープっぽくていいよ、うん、そうなんですよね、さりげなくこのこういう風なところも織り込んでますね、こういうところとか、あ、なんかわざとああいうのね出てる感じが、はい、その気にさせるよね。そう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 、うん、なかなかいいよ。ちょっと後ろ見てみます。ゴツゴツ感が楽しいな。でこれを引っ張ると倒れます、はい、汚れても平気です、はい、ほら本当だ、雑巾で拭けば、はい、何でも乗せられそう、大丈夫です、うん、雑巾で拭けばいい。このボックスもあ、いいじゃない、こういうものが、はい、あ、物入れいいじゃない、はい、いいよ、なかなか、ほら、うん、結構傘入れられそう、ほんとだ、嫁にバレないで金を入れとけ現金でね、どういう、いいですね、どういう、例えばここにネジが貼るんですけど、はい、これを外して、うん、なんか例えば自分で何か止めたいものがあるとき、あ、そのままつけれると、うん、あ、これ棚作れる、はい、ね、うん、めくらしてるだけだもん。あとね、このとこ実はこれ熱湯入ってね、うん、言いますね、熱湯入ってまた雰囲気作りしたり、あ、いるいる、例えば釣り道具入れたりとか、そうですね、いろんな工夫をされてるお客様いらっしゃいます、ね、いるいる、はあ、へえ、ね、いいじゃない、うん、ね、もう本当だよね、うん、これも意外とね、いいんだよね、ここがね、見やすく、はい、ここのところで、この下の、はい、これまっすぐよりも、え、これですよね、テリーさんが気に、そう、俺がこうしたのこれだ、これを、これがあることによって、うん、これね、これがあることによって、 そうですね、そこのね、あのミラーを、この下を、うん、ここに来て、そうなんだよ、ここにあったのがかっこ悪かったんですよ、かっこ悪い、確かに、ね、ちょっと昇格みたいで、パジェラミリ乗ってたわけ、うん、その時これ取っちゃったもんな、取って、このパテルね、パテルで見ちゃったもん、うん、もうこれだったら全くするしないし、ね、いいですね、全然いいよね、うん、あとせっかくだから今回あのちょっとこう工夫したというか、はい、やっぱりあの鉄板と樹脂っていうのは塗装してもやっぱちょっと色味が違ったり経年変化がある、うん、これ鉄板ですね、鉄板です、はい、これも鉄板です、はい、実は、うん、でこれも樹脂だ、これ鉄板です、うん、ここは鉄板、ここは、はい、だから特にここですね、ここが鉄板で同じような色の経年変化して長く乗って樹脂にしなかったってことですね、はい、最近樹脂ですもんね、うん、樹脂多いよね、これは同じような例えば10年乗る、これ長く乗るお客さんってすごい多いんですよね、うん、だからそこでも同じように見えてくる、うん、こちらのを進めるっていうのはやっぱり高速でどっか長い距離を移動したいっていう時にやっぱり 1.5 リッターのエンジンを積んでるんで、あとトレッドが広いということもあって、まあ余裕があって安定して、はい、燃費の差はどうですか。燃費の差はそんなにないですね、うん、はい、1.5 リッターの NA、 NA です。でも改めてちょっと確認しますけども、はい、バンバーが違う、違います、はい、そしてバーってここですね、はい、ここちょっとカメラさん、ここはこういう風になってるので、これはここね、はい、で場合によってはね、ここをね、同じ色にする人もいますよね。ありますね、うん、でタイヤのサイズが違うと、はい、これって、ね、サイズはいくつですか。195、こちら175になります。はい、あ、サイドステップはこっちはついてるもんね。こちらはついてる、本当だ、このデザインに合わせて、うん、ね、なって、はい、うん、中は一緒です。中は一緒なんだよね、はい、あ、デザインが違うだけだね、はい、外装の部品が違う、はい、エンジンが違う、ああ、そうか、はい、後ろはバンパーが
ちょっと出てる。出てる。本当だ。前後のバンパーが出てるんだ。そうですね。いいな。あの小型車の軽の枠は関係ないもんですから。ね、そうだよね。じゃこの辺から見るとですね、ちょっと後ろのこの辺から見るとやっぱりこのフェンダーがある分、うん、迫力が出ますね。そうですね。フェンダーがあってトレッドが広い分、軽自動車よりも、うん、タイヤが両側に出てると。確かに。いやだけど。この選択はいいと思う、ね、K の660を選ぶか、うん、1.5 リッターを選ぶかっていうさ、うん、どうする私こっち俺もこっち俺もこっちそうだ、ね、やっぱ見えっ張りだからさ、オーバーフェンダーの方がかっこいいし私もなんですよ、ね、なんかこれかっこよかったなって思って、ね、かっこいいよね、はい、小型はやっぱりそうやってゆっくり旅したり、うんうんうん、遠くへロングドライブするときやっぱりエンジンの排気量の余裕度はやっぱありますんで、あとこの立て集まり、オーバーフェンダーがあってタイヤが外に出る全体のバランス、うん、そこはもうどっちを取るかっていうのはお客様が、あと家のさ、はい、車庫の問題もあるし、燃費の問題もあるし、どちらがいいっていうのはお客様がこのデザインを見ていただいて、どういう使い方をするかっていうのも見ていただいて、そうだよね、あの決めていただければなと思います。わかりました、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ今回は歴代のジムニーの深掘りいかがでしたか。いや最高ですねシエラいいですね、いいですよ、もう本当になんか日本の道路事情に、ね、合ってるし、はい、大きさもね、うん、そうなんだよ、かっこいい、かっこいい、うん、ね、うん、いや本当にミニゲレンデですよ。いやそうなんですよ、ね、うん、あのね正直言ってシエラにしろねジムニーにしろ、はい、今まで20年間、うん、モデル展示しなかったんですよ、うん、だからおそらくこれからもですね、僕は最低でも10年、15年はモデル展示しないと思うんですよ、うん、この方はいける。だから買ってもいつ買っても古くなんね、うん、買って2年ぐらいするとあれ前の展示しちゃったのって、うんうん、ないじゃないですか。で逆にジムニーは今が実は現行で一番新しいですよ、うん、ってことは次に前の展示した時にやはりオリジナルがいいよというふうに思われるわけで、うんうん、まあ、そう考えるとこのジムニーは買いだと思います。もちろん含めて。これは絶対いいと思う、はい、うん。ぜひ皆さんもね、はい、なかなか買えないと思うんですけど、買う楽しかったら買ってください、うん、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では、公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。